い、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモンスター厳選やっていきたいと思います。厳選するモンスターはこのモンスターですね。ボルカギガースです。フィールドに1体しか出ないんだよね、確かね。うん。で、そこそこいいやつ持ってます。そこそこ持ってる。ただし、まだハテナのやつがあるし、兜を被ってるやつ、うん、何か頭に被ってるやつは持ってないんですよ。なので、何か被ってるおしゃれさんが出てきてくれれば嬉しいかな。うん。なんか特技とかの性能は結構いいやつがいるんだけども、見た目だよね。見た目。ちょっと、良さそうなやつをゲットしてみたいと思います。では、場所まで行きましょうか。場所はね、ものすごい分かりやすいところにいるよね。うん、他のやつは結構、分かりにくいところとかにいたりするんだけども、このボルカギガースだけは、ほんと分かりやすいところにいてくれて、助かる。うん。なんか俺、発売当日に、出会っちゃってね。倒すのがすごく苦労した気がしたんだけども。はい、到着です。で、ボルカギガースのおしゃれさんは、まずね、武器を見ると分かりやすかったよね。武器が、今なんか、鉄の棍棒みたいな感じじゃん。これがね、石でできた棍棒を持ってるんだよね。なので、見分けはつきやすいですね。まあ、それプラス、兜を被ってるやつと、あ、なんか胸のところに傷があったかな。確かそういうやつだったと思います。まあ今日も、1時間やります。ボルカギガースは昼の間に出てきたので昼間から夜にかけてやっていきます。で、お供はダッシュのやつだけですね。じゃないと本当に見えにくくなるのでこれでいきます。一発目はどんなのが出てきてくれるかな。お、出た。あー、でも出たけども、武器が違うだけかな。多分、これ武器だけじゃない。あー、胸に傷もある。胸に傷もあるけども、この傷分かりづらいよね。なんか傷に3本なんか引っかかれた跡みたいなのがあるんだけども、これじゃあわかりにくいよ。オッケー。ま、とりあえず、武器だけ違うやつですね。一体出ました。あ、出たけども、これはあれだね。胸に傷もないし、兜も被ってない。ドノーマルのやつだな。で、武器が、これ、あれだね、白いやつだけども、これ色が確か あるんだよね。なんだったっけ、白と黄色と、いや、赤あるのかな。あ、わかんない。その、武器の色もちょっと3種類集めたいね。またか。やっぱりなんか被ってるやつって少ないね。全然いないわ。あ、これ傷もある。うん。傷もあるんだけども、やっぱ武器の色がこれなんだよね。ちょっと武器の色がもうちょっと分かりやすいね、綺麗な色だったら嬉しいんだけど、ダメだ、白しか出らん。これしか出らんわ。俺一個あの黄色っぽいのは持ってるんですよ。持ってるんだけども、おー、今日もなんかそういうの出てほしいな。全部これだとなんか悲しいね。ちょ、出た。かぶとかぶってるし、武器が黒。何こいつ、かっこいい。あ、黒い武器かっこいいな、これ。ちょっと待って、強くない？いや、結構耐久力あるわ。で、おたけびを持ってるのね。なんか、特殊なやつをもうちょっと持っててくれれば嬉しいけども、ビッグバン。あー、オッケー。まあ、武器が違うし、兜が違う。まあ、胸の傷はなかったけどね。オッケー。黒が来ました。
で、もうあと5分ぐらいすると、夜になりますので、そうしたらまた昼にしてスタートしますね。また兜被ってるやつ。あ、これ3つともだ。兜で、で、武器違って胸の傷もありだ。オッケーオッケーオッケー。なんか特殊なスキルを持っててくれれば嬉しい。よし、オッケーオッケーオッケー。仲間になれよ。うん。上級おしゃれさんもゲット。白白黒、お、黄色じゃない？これ黄色だよね。あ、黄色っていうかなんか、しょぼいコンボだな。黒が一番かっこいいかな。でも一番出にくいのはこの黄色かもしれない。多分これが最後かな。うん。おそらくこれがラストだと思います。あと1体ぐらい出てくれればまあラッキーかな。うん、それぐらいに思っておきましょう。それでは戻ってきました。見てみましょうが、何体ぐらい出てるかな？結構出たと思う。4、8、12、おぉ、16、18、18体です。結構出たよね。で、色が、白がやっぱ多いね。白が多い。で、黒はね、2体かな？うん、黒2体。で、このコンボ？うん、ノーマルの木のコンボみたいなやつは3体だけですね。で、兜かぶってるのが、1、2、3、あ、4体、4体、兜かぶってる。うん。で、傷があるのもまあ、ちょこちょこいる感じですね。はい。では、まずは、白いコンボから見ていきますね。白コンボから見ていきましょう。これは白で、傷があります。ギガントウェーブ。まあまあ、4つ持ちですね。4つ持ちの、あ、ダメだ。うん。特性が2つなので、やめときます。ちょっと待って。あ、金枠なし。全部虹です。全部虹。うん。おお、虹が出やすいっていうのはすごくいいね。で、こいつも、奇跡の拳とくじけの心。ああ、いいと思うよ。おお、いい。でも、傷もないし、ただ、コンボだけ違うってやつですね。はいはい。まあ、性能は良かった。こいつは、特技は4つの、同じくだね。うん。変わらずのやつです。で、こっちは胸に傷あり。ビッグバンを持ってるのね。あー、豪傑はね、いらない。豪傑はね、残り HP が少ない時に、発生するので、俺豪傑嫌いなんだよね。やめときましょう。プンテムは、4つ持ちの、スタンを使うのね。はいはいはい、悪くないよ。で、こっちから行きましょう。四つ持ち。いやー、同じようなやつが出るね。くるぶし。なんかほぼ同じじゃん。なら、なんか誰か一体でいい。あ、豪傑、ダメですね。で、高銀が、兜、そして傷までついてる。これパーフェクトのやつだね。パーフェクト。こいつは、どうだ？四つ持ちの、豪傑！豪傑はダメ。で、上行きましょう。伝の神。豪傑持ちダメです。マヨネ。マヨネっていう名前、なんか、よく見る気がする。お！五個持ち！特技五個持ちです。いいんじゃない？で、特性も悪くない。ただし、コンボの色が違うだけのオシャレさんか。惜しいね。無地な。豪傑持ちダメです。はい。では次。あれだな。普通の木のコンボみたいなやつを持ってるやつを行きましょう。どうだ？4つの豪傑。豪傑いらないって。ファランクス、名前かっこいいよ。お、5個！あ、力ためだ！
はい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 。一番上のハテナの欄はこれだ。力ため。お、いいんじゃない？豪傑がなければいい。出た、豪傑もう。ダメです。力ため持ってたんだけどね、豪傑あると俺は使わないですね。で、カルサエフ。ダメだな。普通だ。まあ、でもまあ、兜被ってるしね。いいんじゃない？では、残り2体でーす。この黒いコンボだね。黒いコンボが一番珍しい。これは黒コンボと傷です。力ためはない。あれ、力ためちょっと欲しいな。豪傑、ダメ。で、最後、ジョゼ。どうだ？まあ、これは普通。これはいいんじゃない？奇跡、くじけぬ心のスタン。ジョゼを使おうかな。はい。ということで、今日は、おしゃれモンスター厳選をしました。ボルカギガース18体だね。1時間で18体出すことができました。で、スキル5個持ちが2体ぐらいいたかな。でも力ためを持ってるやつが、そのうちの1体だけだったので、なかなかあれつかないんだろうな。攻撃力上がるんで、あれはね、ちょっと欲しいやつです。まあ、とりあえず今日出たやつを2体ぐらい仲間にして、またね、別の厳選もやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。